建築に人よりちょっぴり詳しい可能性がないこともないレーサー Y でございます。本日私、都営線の新江古田駅に参りました。前回前々回と、困った時に、いつも頼んじゃう、住宅いっぱいやってらっしゃる建築家、お二人続けてご紹介しましたが、実は、困った時頼んじゃう建築家3名いらっしゃいます。前回前々回その2人やったので、今回はその3人目の事務所にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速、お話を伺っていこうと思うんですけども、石川さんの、県立鎌倉高校を卒業されて、はい、プロフィール拝見するとその、東京理科大に行かれてるんですけど、はい、そのプロフィールでいつもその大学卒業の前に建築模型屋っていう書かれてるんですけど、これは一体どういうことなんですか？もう普通にというか、まあその大学はその建築学科に入ったんですけど、まあ、そもそもは映像をやりたかったんですね。ほう、実は。ほうほうほう。で、まあ、高校がその鎌倉高校でその先輩と一緒に、まあ、放送部だったんですよ。はい。でそれでまあいろいろそういうのをこう作品作りといいますか、そういうのでなんか商売できないかったんだけど、先輩は就職することになって、うん、でまあちょっと取り残されるような感じになって、でまあバイトでもまあちょっとしなきゃいかんなという感じで、普通に建築模型屋さんをまあバイト雑誌で見つけて、それで行ったんですよ。うん、すいません、長いこと建築の番組やってるんですけど、知らなかったんですけど、模型屋さん、建築模型屋さんっていらっしゃるんですか？そうですね、建築模型屋さんっていう業種がまあいまして、うん、まあ、なんていうか、完成、まあ、大きく分けると完成模型と、それからこれは完成模型というか、まあ、スタディ模型、うん、その設計中に設計者の横で作る模型と、まあ、大きく分けると2種類あるんですけど。で僕が行ってたところはどっちかっていうと、その設計してる横でこう作るスタディ模型を作るような感じ で、 でそのバイトに、まあ面接に行きましてですね、で、まあ、じゃあ面接に行ったら、じゃあこれからじゃあその作ってるところに一緒に来てもらうからとか言って車に乗せられて、でその大手ゼネコンの設計部にいきなり放り込まれちゃったんですね。で、まあ、大学その夜学なので、まあ、昼間仕事っていうような感じで、まあ、そのさっきの映像をやりたいっていう部分もあって、その昼間が自由な大学を選んでたんですけども、まあ、それでそこに放り込まれた格好になって、大学2年の夏ぐらいだったかな。で、まあ、4年までいっぱいそこでずっとその、まあ、模型屋さんから出向できてる人っていう立場になっちゃったんですよ。あんまりそんなまだ作れ、まあ、手先はまあそれなりに器用っていう自信はあったんですけども、まあ、プロの模型じゃもちろんないから、でそういう感じでいきなり放り込まれたんで、まあ、ちょっとそういう意識を持ってやんなきゃいけないなってやってるうちに、だんだん建築自体が面白くなっちゃって、それでまあなんとなくこうなったっていう。でも話前後しちゃいますけど、大学はでも建築学科じゃないですか、建築に興味があって大学に入ってでもないんですか？でもないですね。映像なのに建築学入っちゃったんですか？そう、まあ、映像だったんですけど、その、まあ、大体、まあ、文系ではないので、うん、理系で考えると大体その建築か電気か、まあ、機械、うん、まあ、この3つですよね、まあ、工学系だと。でその中でなんていうか、映像とか言ってても、まあ、ダメな時に仕事にならない、まあ、ものにならない時に潰しが効くというか、就職口が一番広いのは建築だろうなと思って建築を選んだんですね。なるほどね。そうか、石川さんでもね、春光写真ご自身で撮られたりとかしてましたよね。まあ、下手のなんとかですけどね、まあ、写真はそれなり好きなんで、まあ、やっぱプロと並べると全然ダメですけども、まあ、
なんですか、そう予算が取れないときは自分で取るっていう。あ、なるほど。いや、なんかちょっと腑に落ちたかもしれません。なるほど、なるほど。で、じゃあまあそういうお仕事をされつつ大学行ってる間に、じゃあちょっと建築の道に進もうかなと。そうですね。まあ、とにかくそのなんていうんですかね、まあ、スーパーゼネコン の行ってたところが、うん、まあ、当時銀座に、まあ、あったんですけども、うん、まあ、そこにこう、まあ、毎日ほぼ行くわけですよね、うん、でそこでやってる、まあ、そのプロジェクトっていうのはやっぱり今もう立派にもう竣工してる物件いろいろありますけれども、まあ、大きなその非常に今有名な建物なわけですよね、うん、そういうのに、まあ、なんというか素人ながらにこう絡んでいくとやっぱり面白さっていうのはすごく気づくわけで、でそれでそこでそのプロがそういうふうにやってるのを見ながら毎日過ごしてると、大学でそのまあ建築学科の課題設計の課題が出されますけれども、それをまあそういう目でそのなんていうか作って回答していくわけですよね。そうするとまあ当然ですけど成績も良くなるわけですよ。なるほど。でそのどんどん良くなるので、まあ、先生にも褒められるし、まあ、その気になってもうなんか来ちゃったっていう。なるほど。で、まあ、ご卒業されてから早川邦彦、はい、先生に指示されたと。はい、あ、そうね、早川研究室のご出身の建築家さんいっぱいいらっしゃいますもんね。そうですね、まあまあ多い方かもしれないですね。で、まあ割とその独立して自分でやってる人もまあ多いかもしれないですね、うん、たくましい OB が多いというか、うん、そうそう、僕はたまたま成城の方によく買い物とか行くんで、いつもバスストップの家でしたっけ。ああ、そうです、バス停前の 家、交差点前の家、うん、とその間にもう一回のビトゥイン、あ、ビトゥインだ、そうそう、3軒、あれいつも通るたびかっこいいなと思って、そうですね、うん、まあ、早川さん代表作ですね、うん、あとは何だっけ、洋画 A フラット、ああ、はい、わざわざ自転車で見に行っちゃいました、ね、ただまあでも中入れない一応行ってみたぐらいな感じでそう、まあ、僕いた時は A フラットの設計中ぐらいの時期で、でまあ完成した年に辞めたのかな。まあ、僕担当してたわけじゃないから直接はあれなんですけど、まあ雑誌に発表する模型とか全部僕が作ってましたから、まあ模型、ボート模型やるからね。お前模型作うまいから作っとけ、お前がやれよみたいな感じで。ああ、なるほど。そのなんていうのかな、普通そういう有名アトリエに就職する人たちって学生の時にそういうアトリエでバイトしてるんですよ、みんな。普通は、はいはいはい、だから僕同期で入った、早川事務所同期で入った人たちもみんなもうだからある程度も最初から設計できるんですよね、アルバイト経験が長いん で僕そういうの全然やってなかったから模型しかできないんですよ。だからちょっとその辺はまあ、早川氏も使いづらかったと思うんですけど、まあちょっとそういう感じのスタッフですよ、ね、あ、ちなみに最近のこういう模型はご自身で作られてるんですか。ですね、僕も老眼が進みましてですね、模型なかなか作れないっていうところに最近はなっておりまして、うん、まあ、スタッフ作ったり、あとうちの妻が、ちょっとまあ、うちの妻もアトリエ事務所出身なんで、模型うまいので、まあ、作ってもらったり、うん、最近はちょっとプレゼンはちょっと模型に頼らないで、パースを僕が絵を描いて、それで説明したりっていうふうな感じにも取り入れてるので。で、その後93年インターデザインアソシエイツに参加されたと。はい、まあ、インターデザインって事務所は作ったのが、まあ、早川事務所の時の先輩ですねが辞めて独立した人と、それから、谷口さんのところにいた OB の、まあ、塩田さんっていう人とその2人で作った事務所で、でその早川事務所も、まあ、ちょっとこう辞め時って言ったら早川氏に怒られちゃうけどそういう時期に、まあ、お誘いを先輩から受けたんで、で、まあ、そっちに入ったっていう感じですね。でインターデザインには、まあ、行ってから9年いましたんで、まあ、本当に木造のちっちゃい住宅から中規模のマンションとか、あるいはオフィスビルとかそういうのも設計担当できたので、まあ、いろいろそっちの方でできたっていう感じですね。で、まあ、いよいよ独立と、
はい、独立なんかし、独立して自分の事務所構えようっていうなんかきっかけとかやっぱりあるんですか？ですね、まあ、きっかけというのはですね、まあそのインターデザインにいた時に、ですね、友達が家をちょっと建てたいって話があって、でその友達というのはさっきお話ししたの映像をやろうとしてた先輩、その先輩、その先輩が、はい、まあ、あの結婚して、まあ、その奥さんもそのうちの先輩なんで、まあ、両方とも知ってる先輩同士なんですけど、その人たちが結婚してマンションに住んでたんですけど、まあ、マンションで、まあ、あのお子さんが、まあ、当時にいなかったっていうのもあって、まあ、ワンちゃん飼い始めて、でワンちゃんマンション一応ダメだっていう話で、はい、じゃあもうこれあの家建てましょうかみたいな話になって、はい、でそれで家建てるにあたって、何だったっけな、建て売りなんだけど、フリープランの建て売り、うん、まあ、プランあの変えていいですよみたいな、うん、っていう話があるんだけど、ちょっとせ面白い家にしてくんないっていう風な話があって、うん、それが多分99年とかそれぐらいだと思うんですけど、うん、でそれをまああのうち の, その当時のインターデザインのボスたちに、まあ、そういう話があるんで内職で自分でやっていいかっていう風にしたら、うん、まあ、あの好きなようにやればみたいな話で、うん、でま あ, あの独立してないけど、まあ、その中でちょっとそういう風に朝の何ですかね、まあ、当時事務所10時からだったんで、それまでの前の時間とかに早く行って、うん、まあ、設計したりして、でそれが完成して、まあ何かうまいことその、まあ、新建築とかに発表できて、でそしたらその、まあ、一般紙のすごいオファーもいただいて、まあ、いろんなメディアに出て、でそのメディアを見て、まあ、雑誌を見た人が、うん、まあ、なんか設計依頼が来ちゃったんですよね。来ちゃったんで、で設計依頼、まあ、ちょうどその時はまあなんかそろそろまあ独立しなきゃいけないかなみたいな感じで思っていた時期でもあったりして、でその来ちゃった仕事をまあやもあるから、まあこれは事務所登録して始めようみたいな感じで、で2003年にあのテレビ、あの北野田んぼさんに、あの取材をいただいて、でそれを見てうちのスタッフが来たんですよ。スタッフが来た。まあ仕事も来ましたけども、ね、だからもうそれからずっとうちのスタッフずっといるので、もう長いですよ。2002年からいますから。